今上田長官とお話しされましたけれども、はいはい、どういう内容を報告されたのかと、あと上田長官からどのような話があってか、はい、私から まあ、ご報告というのは、今日柏崎市刈羽村、それから新潟県に訪問させていただいて、で、まあ、この度の申請についての私どもの考え方を説明させていただきましたが、その中での、まあ、3首長、首長さんのですね、まあ、反応といいますか、それについてご報告申し上げました。で、上田長官からは、まあ、それを気になった上でですけれども、まあ、事業者として安全性をより高めて、でそれを、まあ、今回の規制庁の新規制基準にですね、適用しているかどうかというのをチェックをしていただくというのは非常に大事なことだと。ただ一方で、地元の、まあ、ご理解といいますか、地元とのよくご説明、丁寧なご説明についてもぜひやってもらいたいということをおっしゃられたんで、まあ、私としてはぜひ私の方としてもですね、そういうことを続けていきたいということを申し上げました。まあ、知事のお考えをお聞きして、で、まあ、これでいいよということにはなっていないというふうに理解してますので、一方でぜひもう一度でももう二度でもですね、お話しさせていただける機会をいただきたいというふうにも私の方から申し上げてますので、まあ、ちょっと確かに、要求というのは厳しいなというふうには考えてます。そのもう1回、2回お話をするまでは申請がちょっと、そうですね、まあ、そのお話の次第ですし、アポをいただけるかどうかもまだ決まってませんけれども、まあ、できればそうした機会は我々私どもから作っていきたいなというふうに思っています。